ここ数日、一時の暑さも収まり、秋の気配を感じます。こうした中、NITE 製品評価技術基盤機構が、スポーツの秋に事故を起こさないために、久しぶりに使う運動器具に注意を呼びかけています。バランスボールに人形を乗せ、勢いよく跳ねさせる実験。すると、ボールが破裂しました。NITEによりますと、長い間使用していなかった運動器具を久しぶりに取り出し使う際に注意が必要だということです。表面が劣化した状態で空気を入れすぎたり重圧をかけたりすると破裂して怪我をする恐れがあるということです。バランスボールの事故は過去に4件報告されていて、おととし3月には50代の男性が運動中にボールが破裂し体が落下、背骨を圧迫骨折した事例が報告されています。またサッカーやバレーのボールでも劣化による事故が起きているということで、 NITE はボールを使用する際、空気を入れすぎないことや傷やひびがあるなど劣化した状態で使用しないなどの対策を呼びかけています。